Yes. こんにちは、皆さん。今日はどうやって私は日本語を覚えるようになった話を話したいと思います。よろしくお願いします。まあ、僕はずっと、まあ、15年間ぐらい日本語を使って、仕事をしてたんですけども、まあ、その仕事をできる前に、まあ、日本語を、まあ、努力して、まあ、身につける方法をいろいろやってきました。まあ、その一つの方法を今日は、教えようと思います。これですね。YouTube で、まあ、いろいろ日本語を教える先生がたくさんいますね。じゃあこれを一番勉強、まあ、できる素材としていいかなと思って紹介します。まあ、このサイト、日本語の森、なんか簡単、わかりやすく話している先生ですけど、まあ、これは結構勉強になりますね。まあ、これは僕が一番勉強になった素材です。まあ、皆さんも日本語を勉強している方、早く話せるようになりたい方、まあ、その参考して検索、まあ、日本語の森検索して勉強してみてください。まあ、僕は別の動画でまた別の方法があるので次回また紹介したいと思います。まあ、これで今日はこれで終わります。まあ、さようなら。また次の動画で会いましょう。